皆さん、この缶詰ご存知ですか？これは雪菜と言いまして、雪菜は冬に採れる中国野菜なんですけど、これは漬物です。高菜に似てる感じかな。で、これはそのまま食べても美味しいし、炒め物にしたら最高に美味しいんです。で、炒めるときは多めのネギ油で強火でわーっと炒めてから使うと、香りがとってもよくって風味豊かに仕上がるようです。塩気を調整したいときは塩抜きをしてください。じゃあ今日は雪菜チャーハンを作ってもらいましょう。一鍋さん、お願いします。嬉しい。うまい。その顔嬉しかったね、今。本気のやつね、本気のやつ。頑張って覚えた甲斐がありました。ゆったもう一回説明してもらっていい？行こう。あの缶詰なんだっけ？最初なんだっけ？雪菜で。雪菜で。雪菜で。冬に採れる？中国野菜で、あれ雪菜で冬に採れる中国野菜で、あれ中国野菜で、そして覚えてますよ、もちろん。塩気をちょっと抜きたいときは塩抜きをしましょう。しましょう。そして
これは雪菜と言いまして、この雪菜は冬に採れる中国野菜。もう一回お願いします。